Holochin Akturna! No! と瀬戸磯島前、中島の族徒党を組みて対馬に害をなせる。その自分対馬の御作なる百姓、物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、かばねの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめる。いやいやって賊は御作の村に至れり、戦わずは或る限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに御作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧がはじき、御作は立ち止むことなし。惑いたる賊は後ずさり、 夜めきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を憐れみし、物の負の亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見るものなし。後の年、 御作死して裏の家々鎧を羽装して城をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとする男らと。 兄別れざる子たちかな、覚えることの日々に難しか。